背を伸ばすために毎日ストレッチをしているデネです。はい、春休みとっても暇だから友達といつも運動をしているひなです。ティアラチャンネル。こんな2人が今回ご紹介するのは巻き寿司スクイーズです。どうぞ。なんかね、本物っぽいやん。なんか印刷したらリアル、ね、ぐじゅがここにデコボコがありますね。そうね、なんか見えるかな。お米のつぶつぶもなんかはっきり見えるね。うん、皆さん気づきました？なんと一つだけ黄金の巻き寿司があります。めっちゃキラキラしてるよね。でもなんかどんな味がするんだろう。怖くない？なんかこれがネギトロ巻き、これが卵エビ巻き、黄金のやつが黄金の巻き寿司。でも普通だ、うん、普通。これが巻き寿司マグロキュウリ巻き、かんぴょう巻き、うん、いろんな種類があって美味しそう。これだけめっちゃ豪華。あ、気持ちいい、うん、これ柔らかさで並びました。はい、黄金の一番硬い。これね、ちょっとだけ低反発。本当だ、こっちはすぐピョンって戻る。ほら、一気に潰します。せーの。あ、怖い。おー、結構潰れた。食べるかい、ねねちゃん。ミックスの巻き巻き。いや、食べてください。はい、食べれるかい。で、すぐ戻る。いや、気持ちいいね。気持ちいい、永遠に触れる。ということで、巻き寿司スクイーズを紹介しました。しました、しました、うん。